こんにちは。すっかり秋らしい気候となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。まずは日本列島クリーン大作戦の話題です。ここは神奈川県横浜市の山下公園。横浜市の顔といっていいほど全国的にも有名な公園です。しかしその歴史については観光客にはあまり知られていません。実は山下公園は1923年関東大震災で生じた瓦礫などを埋め立てて作られました。震災で大きな被害を受けた横浜の復興のシンボルとするために作られた公園なのです。神奈川県本部は毎年この山下公園のクリーン活動を行っています。当日は朝から気温がぐんぐん上昇し、大変な猛暑の中、地元の学校や企業の方、一般の方がたくさん参加してくださいました。また横浜出身で神奈川県本部顧問でもある鈴木代表も開会式に駆けつけました。クリーン活動は1時間ほどで終了。参加者の方には協賛企業より冷たいドリンクやお土産が配られました。神奈川県本部の片倉事務局長と参加者の方にお話を伺いました。ゴミの方はですね、やっぱ最初のうちは多かったんですけど、最近はゴミを拾うのが大変という皆さんのご意見。ただ今日会長からも話しましたが、集まることに意義があるということでやらせてもらってますので、ゴミを拾う機会があまりないので、ゴミを拾う大切さとかを学べる場だと思います。神奈川県本部の皆さん、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。続きましてアクション北から南からのコーナーです。この夏は各地で総会や推進大会が行われました。広島県本部の総会では運動本部から堀江副代表が出席、青少年の心の活動についてというテーマで講演をさせていただきました。また山口県萩市では山口県本部と萩支部が合同で推進大会を開催しました。萩市長より小さな親切実行賞が贈呈されましたが、受賞したお子さんの元気の良い挨拶が印象的でした。全国の皆さん、これからも小さな親切を実行していってくださいね。次回のホットニュースも各地の活動の様子をお伝えしていきます。それではまた。